万隆寺も正式に言うと霊雲山聖明院万隆寺っていう名前がついていて、その霊雲上人というこの海さんの方をその参号としていただいて、今日はこれから、吾妻さんと白さんのお二人にですね、万隆寺を、ご案内して紹介していきたいと思います。お願いします。楽しみ。弁天サマーですね。もともとこの洞窟自体すごい素彫りの洞窟で、ずっと奥深かったんですよね。まあ、昔から割とこう表現される方、例えば歌舞伎役者さんとかね、そういう方々に割とこう信仰を集めてたようです。うちの場合は八臂、手が8本ある弁天様のお姿 でそれぞれにまあ宝具とか武器とかね、そういうのを持ってるんですね。戦う姿っていうより、まあ、守るっていう力をですね、すごく前面にこう押し出した、そういったお姿になってます。なのでちょっとお顔立ちもですね、優しいというよりは割とキリッとした、厳しめのお顔になってましたですね。昔は先ほどの洞窟がそのお参りしづらかったんで、中入ってお参りするのすごく大変だったみたいなんです。なので、まあ、この木造のこのお像を皆さんお参りをされていたということだったんですけど、で先ほどちょっと改修してお参りしやすくなっちゃったので、両方ともお参りしやすくなっちゃったので、お前立ちでもなくなっちゃったんですけどね、まあ、一応扱いとしてはお前立ち。ね、名前は無縁っていうふうになってますけど、まあ、縁がなかったわけなので、縁があって万隆寺に来ているので、まあ、万隆寺で供養しているという感じですね。で、舞踏のお二方はお城に非常に、馴染みがあるんじゃないかと思うんですけど、当時の例えば江戸時代とかね、そういう時に使っている鉛の入ったお城にっていうのをこう使うと、やっぱりこう肌がボロボロになったり、まあ、内臓までその鉛がこう蓄積して、まあ命を縮めたりっていうことがやっぱりあったんですね。でその鉛の前で非常にまあ苦しまれたそういった役者さんたちだったりとか、まあ、あとね、お城にそういった部分で使わなきゃいけないのは、ね、いわゆる大奥の方々もそうだし、遊女の方々もそうだったかもしれないですよね。でもそういう方々がやっぱりその非常にまあ苦しい、その自分 の体とかそういったものをがどうか楽になりますようにって言って、そのおしろい、鉛の入った自分たちが使ってるおしろいを塗って願をかけたっていうふうに言われてます。ちなみにこの赤いのは何でこれお地蔵さんによくかけるんですけど、お地蔵さんって子供さんたちを守護するっていうので、その子供さんたちを守護するっていうような意味合いもあって、その赤ちゃんがかける、前かけ、そうですね、はい、それをこうやって、そのまあ子供さんの代わりにというか。この方は男ですか？ですね、菩薩さんとか仏さんって基本的に性別がないんですね。あ、性別がない、うん、まあ仏性っていうのがいいですかね。男性、女性、仏性っていう感じですかね。仏の性というのが考えるかなと思いますね。なるほど、うん、勉強になるんだ。知らなかった。初めて。聞けないからね、これ。そうですね。あるね。ちなみにこの白い建物がですね、万隆寺スタジオというスタジオです。音楽の制作スタジオ。吉田さんもね、ベースを。そうですね。僕も楽器弾いたりとかする時は、常に万隆寺スタジオでやってます。ね、白子も聞いた。そうなんですか。持ってるだけですね。持ってんだ。F ができなくて挫折したんです。F F と B が。不許可ってことですね。不許。筋肉臭。肉。不許可と思う。で、要するにその香辛料。いわゆる仏教だと五辛と呼ばれる。ニンニクとかニラとか、そういったもの、金、返して金金とか、まあ、お肉だとか、お酒だとかっていうのが、三門に入ることを許さない。あ、ダメですよ。あ、そうなんです、はい、で、あんまりこういう石碑がついてるものと
ところって多くないんですけど、このお寺ってその歴史的に昔律院って言って戒律の律、律はお坊さんが教団内で守るべきルールなんですけど、その律を守っている律僧の人たちがずっとここで暮らしてたお寺なんです。その奥側にちょっと通って入るんですね。やっぱりここに岩屋弁財天、うんうん、であとはそのこの辺の文字をですね、よいしょ、ここから見るといろいろこう結構書いてあったんです。歴史を感じる。なかなかね、ここ皆さん気づかれない、素通りしちゃってますけど、ここまで入っていいのかなって。そうですね、まあ、見づらい感じでちょっと置いちゃってるんですけど、入っちゃダメゾーンみたいな。とまあね、こういうようなかもしれない。昔はね、この辺に実は木の門があったらしいんですよ。でそれも僕はもう全然記憶にないんですけど、話によると、はい、戦後の、まあ、ある台風の時なんかバシャーンと砕けて粉々になったとおじいちゃん、ね、なんかこの辺にどうも、だからこの辺の、まあ、この辺の階段みたいな